かっ飛ばすぜ。おばちゃん、当たったよ。まだあんたか。俺だって来たがねえよ。来月からはホームラン賞の対象は3番打席だけにするでね。東京ギガンツの沢田、あそこでホームラン打った客はまだおらんからね。あんたもあいつにはかなわんだろう。悔しかったらいっぺん打ってみえ。ナイスバッティング。学生時代野球部だったのか。どんな人間にも一芸あるもんだね。高杉さん、これだけは勘弁してくださいよ。俺が小銭を取り上げないのはお情けだと思った。お前の行動なんて全部知ってんだよ。よう、ギャラ入ったんだろ。牛島さん、付けの生産がてら飲みに来や。ああ、それがもう早く金がないってか。しょうがねえな。今日のお通し、あんたの好きな味噌煮込み作ったんだ。とにかく店に顔出しゃ。本当ありがとう、牛島さん。待っとるで。寄り道したらいかんよ。
いらっしゃい。おお、あんたか、品田。牛島さん、牛島さんの人情に涙が出そうっすよ、俺。何言ってるんだ。本当は付け払うまで水一杯飲ませたねえわ。だで、商品券でもええから回収しなかんわ。え、なんで知ってんすか。たけえ、俺は商店会長だで。あんたがホームラン打ったら俺んとこに連絡するように言ってあるんだわ。あのおばちゃん。ほら、これ一杯5,000円。それが、その何、商品券すらもうあれせんのか。頼む、牛島さん、今日だけは許して。ギロから何も食べてないんだよ。お出口はあちらです。足元の段差に気ぃつけや。お願いします、牛島さん、何か一品でいいですから。よう、そんなこと言うがね、品田。前はよく食わしてくれたじゃないですか。そう言って、たまりにたまったツケがいくらになってると思っとるんだ。偉いのはみんな一緒だわ。俺でも何とか助け合って楽しく生きてこうとしとるんだわ。あんたはそんな人の優しさに甘えてばっかりだわ。おい、あんかけスパゲティ押せえぞ。まだか。はい、もうすぐだわ。珍しいね、あっち系の人がこの辺うろつくなんて。喪服着てるみたいだけど、何かあったのかな。見んといて。え、東城会と大海連合って知っとる？関東と関西のでかいヤーさんの組でしょ。そうだ。そこの幹部の安住と高知って男が今日禁営で死んどったとさ。え、殺されたの？事故だと。いや、ついてねえ。その遺体の引き取りやら事故を起こした野郎をとっちめるとかで、両方の組織の人間がこの辺をうろついとるらしいわ。この辺ヤクザ見ないから好きだったのにな。無一文で来るあんたに比べたらやっぱだ。ええお客様だ。そうそう、極道に加え変な男も最近この辺うろついてるらしいわ。変な男？帽子を深くかぶってマスクした怪しい男が禁煙で誰か探しとるらしいわ。やばいやつかもしれんから変に関わったらいかんわ。あれ、マスター今日混んどるね。今カウンター開くで座れるがね。よう、風俗レアターの兄さん。確か警備会社の大野さんでしたっけ。あんたが出しゃばってくれたおかげでわしの顔に穴が開いてまったかね。どうしてくれるの。それは大変ですね。ジュースがほっぺから漏れるでしょ。たけ、この怒りどこにぶつけたらいいか教えてちょう。そうだな、バッティングセンターなんてどうでしょう。あれ結構いいストレス発散になりますよ。ふざけとんのか。ふざけてないよ。ふざけとるかや。だいたいさ、逆恨みにも程があるんじゃない。なに、あんた最初からあのバットが偽物だって知ってたんでしょ。だ、何言っとるんだおめえ。わかりやすい動揺しちゃって。最初からヒビか何か入れといた偽物とすり替えて鳥山さんに運ばせたんですよね。わけわからんこと言っとると、うさばらしてなくマジでいかんぜ。図星か。俺が今まで何百本割れたバット見てきたと思ってんだよ。落としたくらいであんな割れ方するはずないんだよ。鳥山さんにわざと破損させて弁償させた上に、
自分たちでお宝バットをせしめようって悪巧みでもしてたんじゃないの？そこまで見当ついとるんだったら、まあいい、消したれ。あれ、名古屋組に勝ち込みさせるんじゃないの？これくせえわ、クソダケ。お宮の悲鳴でほっぺのうずき癒してもらおうか。後悔させたるわ。この借りは早く返したるわ。覚悟しときゃよ。
誰だよあんた。金栄町である男を探してる。牛島のマスターが言ってた人か、あんた。町の人たちも不気味がってるぜ。平和な金栄に揉め事持ってこないだよね。俺が探している男は一見この町に溶け込んで暮らしているが、誰もその男の過去を知らない。元プロ野球選手である過去、心当たりが。知るわけねえじゃん。知るわけねえじゃんか。気を抜くとまだ東京の言葉が出るんだな。元名古屋ワイバーンズ背番号47、品田達夫。お前に頼みたいことがある。お前が15年前に全てを失うことになった9回裏のサヨナラホームラン、その真相を調べてほしい。お前が15年前に全てを失うことになった9回裏のサヨナラホームラン、その真相を調べてほしい。これはその時のお前のホームランボールだ。誰なんだあんた。まだ近いところにおるはずだ。探せ。返事は後日聞こう。おい、ちょっと待てよ。これどうして持ってんだよ。サヨナラホームランの真相ってなんだよ。あれは実力で打ったんだ。真相なんて何もねえよ。高杉さん、今日もですか。勘弁してくださいよ。さあ、返事を聞かせてくれ。ちょっとあんた、一体何なんだよ。つうか、靴も脱いでくんねえしさ。昨日も言ったでしょ、15年前のサヨナラホームランに真相なんてそんなもんはないよ。じゃあ、なぜあのホームランの翌日、品田達夫はサイン党と野球賭博の容疑をかけられ、球界を永久追放になったんだ。あれがお前にとってプロ野球一軍初の打席、そして最後の打席になった。帰ってくれ。これは興味本位ではなく仕事の依頼だ。15年前の真相を当事者のお前に調べてもらう。全ての真相が明らかになれば、このアタッシュケースの中身を報酬として払う。金額はお前が受け取ることのできなかった契約年俸と同じだけの額ある。それって2000万だ。2000万ってあんた一体何者なんだ。それは言えない。だが15年前の真相が俺にとってはこの金に値するほど重要なことなんだ。なんでだよ。お前とどう関係してんだよ。引き受けるのか受けないのか。金が必要なんだろう。さっきからおとなしく聞いてたら、あのね、あの一件で俺はな、人生を引っかき回されたんだ。俺だけじゃない、あのホームランに関わったやつ全員だ。
早く忘れてんだよ。どんなに金積まれようが今さら思い出したくねえんだこの野郎。じゃあお前はこの仕事断ると言うんだな。当たり前だ。俺は受ける。おいおい、物騒なもん持ってんな。そいつはしまってくれよ。俺はその男の身柄を預かってるような立場のもんだ。品田にはそれなりの額の金を貸していてな。それで？その仕事受ける。お邪魔します。ちょっと高杉さん、このややこしい状況をさらにかき乱さないでくださいよ。な、お前俺にそんなこと言えた身分か。借金とこれとは無関係でしょう。あ、そう。じゃあ借金は指の保険金で返済っていうことでいいな。は、とりあえず今日は指一本潰すけど、病院にはプレス機でって言うんだぞ。な、何言ってんすか。社員でもないのに労災なんて降りるわけないでしょう。何これ。昨日お前が宛名書いた領収書にカーボンを挟んで仕込んどいたんだよ。就職おめでとう。ちょっと待ってくださいよ。ちょっとだろうがたくさんだろうが、いくら待っても風俗ライターに返済なんてできないだろう。まあ他に稼げる仕事でもあるっていうなら話は変わるがな。あのホームランは俺が実力で打ったものだ。東京ギガンツの沢田が6球続けたカーブの後、キャッチャーのサインを無視してまさかのストレート。俺がそれを完璧に捉えただけだ。サインを盗むなんてことはしてなかった。サインを盗む？おお、いわゆるサイン盗ってやつか。ではなぜ球界を追放になった？野球賭博の容疑は晴れなかったからだ。賭博は本当にやってた？やってないよ。それは誰かに容疑をかけられたということだ。知らないよ。俺みたいな無名の二軍上がりを追放して誰が得すんだよ。得をした人間がどこかにいるはずだ。俺はその人間が誰か知りたい。探し出せるのは当事者のお前以外にはいない。仮にこいつをはめた人間がいたとして、そいつを特定したら絶対に金はくれるんだろうな。約束は守る。これは俺の連絡先と当座の金だ。この仕事確かにお前に依頼したからな。この人が立ち会い人だ。了解。それじゃまた連絡する。しかしな、まさかあん時の選手がお前だったとはな。当時はかなりニュースになったもんな。だから違うって言うなら、お前をはめたやつを探し出せよ。真相を知ることができて、ついでに2000万円も手に入るんだ。借金完済するチャンスじゃねえか。高杉さん、悪いけど少し考えさせてください。何言ってんだよ。もう引き受けちまったんだ。お前はやるしかねえんだよ。
断るならお前の指。とにかく考えさせてほしい。いいだろう。でもこれだけは忘れるなよ。俺から逃げようなんて無理だからな。